はーい、こんにちは、サルインです。行きましょう。サムスサムタスイム4、はは、4月までの統計情報チェック的な動画のまき。まだ見切り発車でしたね。いつも通りですけど。はい、というわけで、9月になりましたので、8月までの、統計情報とかを見ていきたいのですが、正直言うと、ほんと残念ながら、ほとんどプレイできてないんで、あんまり変わっていないというのが現状ですけど、まあ、せっかくなんで、まあ、毎月の恒例なんで見ていきたいかなと思います。まあ、一応ここね、そう、ね、まあ、いつの間にかというか、まあ、これは一応言ったかな。エンチの上限が500になって、で、流力の所持数が、載ってます。まあ、いっそ絵にしても9999にしてもらってもいいんちゃうんってとか思っちゃうんですけどね。ここはまあまあ。まあでもここはね、まああんまり絵にしの上限を設けすぎちゃうと、まあね、交換ね、っていうかまあ要はターミナルの利用とかのね、話とかがあるからでしょうね。まあ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 。まあそれでも一応ね、まあ解任とかも入って、一応上限も拡大してもらえたんで、まあそれは良しということなんじゃないでしょうかと。いうことですね。で、私ね、散歩系だけは、そう、ゲーセンには行けないんだけど、散歩系だけはやってるんで、えらいことやってますね。もう、もったいないって人から多分言われますけどね。まあ、金貨はね、挑戦、てか挑戦ガチャ、結構やっててこれですからね。恐ろしいですね。まあ、多分人から見たらすげえ羨ましいって言われるかもしれないんですけど。で、銀貨とは銅貨に至ってはもうずっとオーバーフローし続けて消滅してますからね。まあ、もったいないといえばもったいないですけどね。なんか私がデッキで主軸にしたいところとか、だから、まあ、あの、挑戦というか、警告のお供になりそうなところが、ね、なんか、まあ、多分結構増えてきてるはずなんで、そろそろね、あとは私が多分持ってないところとかもそろそろ出てきてるはずなんで、ここ最近、ちょっと新武将を多分全然手に入れられてないんで、なんでその辺にちょっと使っていけたらなと思います。はい。で、統計情報なんですけど、あとね、統計情報の前に、そう、これ一回間にやろうと思ってたんですけど、ね、消えちゃう前に、助けてください的なやつをやろうと思ったんですけど、まあこれちょっとずれたままですけど、まあこれはちょっと勘弁してください。まあ直そうと思えば直せるんですけど、まあこうしますか、ちょっと。はい。こういうことですね。解任済み武将カードがすべて消滅してしまいました。これね、結構正気とか揃ってるところもあったんで、もう一回8月中旬ぐらいですかね。8月中旬頃からの消えちゃいそうなところが、結構正気揃ってるところがあったんで、その辺はなるべく拾っていただこうと思って、もう一回そのね、動画を作ろうと思ってたんですけど、その頃本当に、多分一番体調が、割とどうしようもなくひどかったところで、動画も何個か撮ってたんですけど、あとはタイミングを完全に逸しちゃって、もう結構いいとこが消えちゃった後だったんで、もうそっからだとなんか撮る元気がなくなって、せめて残ってるところだけって思うと思ったんですけど、もうなんかね、ちょっと心が折れてしまいまして、残念ながら結構いろんなところが消えちゃいましたね。まあ確かに、まあ言うてそこまでね、すごくいいとこがあったわけでもないんですけど、まあコモンアンコが中心だったし、揃ってるところはね、レアでまあ3揃いしてるとことかはなかったんですけど、まあそれでもちょっともったいなかったかなっていう気はしてましたね。できれば誰かに拾っていただきたかったかなと思いつつ、あとよく考えたら、私がこうヘロヘロになってる間に、挑戦ね、いろいろと多分、ね、解任してくださった方って言っちゃうとあれですけど、まあ、私にピンポイントで投げてきてもらったやつとかまあ、一通り、一応ね、まあ、在野投与できたんですけど、それでもちょっとしきれなかった部分もあったりとか、あとはやっぱり、多分解任の優先度が高かったはずなんで、挑戦とか、はね、なので、ちょっと、もうだいぶいろんな挑戦が消滅してしまったと考えるとちょっとなんか思うところがありますね。はい、というわけでね、ちょっとね、まあちょっと悔しい思いをしつつ、また新たな気持ちで頑張っていきたいところですね。というわけで統計情報をちょっと見ていきますか。まあ本当多分変わってないと思うんで、そんなにね、本当ね、びっくりするほどプレイできてなかったんで、
あーでもなんか5が1000超えたっていうのは多分変わったような気がします。まあ、相変わらずごと群雄化したいですが、一応他の勢力との絡ませてるね、まあ、各勢力のねウィズっていう感じで、警告使ってるんで、まあ他も増えてくるんじゃないかなと。で弓兵が一番多くて、馬と槍が相変わらず基本同じぐらいと、うん、で歩兵行動兵がちょいちょい、で、特技は、まあ、魅力が一番多くて、暴作が2番目。で、ユーモが3番目っていうのは特に変わらないですね、ここは。てか、なんか音楽重い。なんかどうした大丈夫か、で、全国の武将使用率が、まあ、5が一番多いと。うん。何個と群雄が相変わらず多いです。ちょっと待って。なんか嫌だ。なんかちょっと待ってください。一回仕切り直します。曲がなんだろう、なんかバックグラウンドで動いてんのかな、セキュリティソフトかなんか、うん、まあ置いときましょう、で兵種が、まあ弓が圧倒的に多いと、うん、で、全国は槍の方が 馬より使ってんすよね。まあ実際結構まあ警告で馬入れない人とかもいるみたいですしね。実際まあ今だってたらまあわからんでもない気がします。実際まあでもやっぱり個人的には馬1枚は入れたいんですよね。でも私の場合だとなんかどっちかというと戦力としての、まあ馬として考えてるんだけど、どっちかというと塗り1コストの塗り騎馬の方がいいのか、ただまあ馬使わない人は開幕で挑戦で上手に塗っておくっていうテクニックを使ったりするんですよね。なので何とも言えないところですが、ここは実際まあね、馬なし警告とかもありなのかなと思って、ちょっと機動力には欠けるんですけど、結局守る分にはそこまで機動力いらないですからね。ある程度まあ自陣の方だけしっかり塗っておけば内乱もそこまで取られないし、まあカウンターで塗りをやるってこともできなくないですからね、守りっつっても。まあなのでちょっとその辺はいろいろ考えていきたいところですね。はい。で歩兵とまあ補助兵はあんま使ってないです。まあ警告には入んないですからね、あんまり。まあその気になればね、二択とかいうのは、まあ一時期私まあ陽翔さん使ったりしてましたけどね。で、特技が、まあ、ここは変わらず魅力が多くて、作が2で、次がユーモと。まあ、変わらないです。で、カツはそこまでやっぱ入んないですね。回転率が良くて守れる。まあ、本当はね、昔の猛角みたいに、造幣でカツカツカツとかで、とにかく、相手の工場だけ剥がすとかっていうテクニックが使えるならワンチャン？いや、でも多分やらないですね。はい。で、宝具が、これよく考えたら全国になるのかな？よく考えたら全国変化ないかもしれないですね。結局天下統一戦しかやってない気がするんですよね、8月って。うん。まあ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 。で、まあ、基本再起と連冠の2択が多くて、まあ、将軍とか増援をちょこちょこ育成のために使ったりとか、もう最近ちょっと将軍の宅も増えたりとかしてましたね。開幕オーツに対してやっぱ将軍使わないと耐えられなかったんだ。まあ、逆に言うと、将軍使えば開幕オーツとかにも対応できるっていうのもあるし、まあ、相手の号令とかにも合わせられるんで、まあ、将軍はやっぱりまあ警告との相性はいいんですよね、実際。まあこの辺はちょいちょいですね。で、全国が、再起、連冠、増援、暴作、再建。はい。将軍は一回も使ってないね。まあ、ちょっとこの辺の卓も変えていきたいところですね。で、武将トップ10。朝鮮が1位、イエーイ。孫策2位、3位が集大。この辺はしばらく変わんないかな。多分、でも孫策がいずれ集大に抜かれる気はしますね。失礼。で特にまあこの辺は自由ロードとかも絡んでるから、そこまでやっぱ変化がないですね。でここ権力少数もついに朝鮮が1位になりましたね。やったぜ。多分確か前回抜いてなかった気がするんで、確かね。よしよしって感じで、次は孫策で、3位が周泰と。でこの辺は変わらずかな、あんまり。まあグッシャンがね、ちょこちょこ待ってるんで、
生えてきてますって感じかな。まあ前も生えてた気がするけど。で、勝利数は挑戦が1位と。で、孫作、集大と。まあほとんど、なんか、この見慣れた顔ぶれっていう感じですね。で、撃破数は孫作がトップと。で、2位がテイフさん。これはまあ、デューロードですね、完全に。で、3位が集大。で、4位が孫権。これもデューロードだね。うん。で、挑戦が6位ですね、485。まあなんだかんだで挑戦もね、結構倒してるんですよね。すごい。やれるもんですよ、武力2でもみたいなね。うん。まあ、あと弓兵だからってのもあるしね。うん、って感じです。で、徹底しては挑戦が1位。これは多分不動ですね。うん。で、孫作集大と。まあ、この辺はあまり変化はなさそうですね。うん。で、突撃数は孫作が圧倒的。他の馬も使ってはいるけど、やっぱり孫作ずっと使ってたからな。で、この孫権はディーロードのおかげですね。で、呂布と関羽、趙雲、で、孫翼、陳武。陳武はね、今から戻したからね。で、学信か。学信いたかな、いたような気もする。高孫さん。高孫さん、そんな得意なんだ。あれか。あの、飛天やった時だね、多分ね。飛天白馬二重の時の恩恵。で、総撃は集大が圧倒的ですね。てか、その衝撃は1試合に取ろうと思えばかなり取れますからね。うまくやればだけど。まあ、特に速度上昇をつけてる槍とかは結構やれるんでね。速の速速速とかだったら多分かなり衝撃はいけると思うんで。うん。で、リジュとリョモ。リョモが未だに入ってるのかなかなか。で、カユでヨキの角化。長州、王刀ちゃん、王位、長所。まあなかなかでも、ここら辺はいろいろカラフルでいいですね。で、迎撃が、集大がトップで、リジュと、馬孫権が未だに3位にいるっていうこの謎ね。他のメッツ頑張れみたいな気がするけどね。あ、巨長が入ってきたかな。多分これは、あれでもこれ前見た時、あれどうだったかな。でも、多分まあこれ、義軍限定戦のおかげだよね。あれでも、義軍限定戦って8月だったっけ。あ、なんか、記憶が、みたいな。で、非撃戦孫作トップ、両夫、楊氏さんと。まあ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 。竜金関羽、長雲、孫さん、銅鐸。まあ、縄文集大、帝府、両夫と。まあ、この辺は、まあ、竜郎と関連もあるけど、まあ、基本集大は、縄文行ってるからね。まあまあまあ。でも、特にこれはあんま変わってない気がするね、顔ぶれが。で、壁は挑戦が397トップですね。まあ、これも多分不動かな、おそらく。まあ、昔と違ってね、これ、昔は本当あの、警告の分も入ってたんで、異常な数だったんですけどね、昔は。まあ、今回はね、警告の分は含まないので、まあまあって感じですね。まあ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 。ああ、でも、集大が上がってきてますね。まあ、そういや、そうかって感じはするけどね、グホンより今、集大の方が使用率高いしっていう感じかな。で、その証拠が叩いてますね、結構ね。てか、楊翔さん、結構壁叩いてるね。すごい。工場兵なのに。まあ、実際走れるからね。んで、全国が、これ全国多分本当に変化なさそうですね、前回と。で、主要性が挑戦がトップと。あれ ?177 回?待った。あれ今俺、あれちょっと待って。俺最初にもしかして全国見た？そんなことないよね。気のせいか。気のせいかな。ああ、勝利数で見たから。いや、ごめんなさい。多分勘違い。かな。ですね。じゃないと、さっきむしろ全国でディーロードの話とかしてるわけがないもんね。ごめんなさい。なんでもないです。気のせいだす。出す気のせい出すどこの方言かなみたいな。で、武将使用性が挑戦が1位で孫作が2位、3位が集大。まあこの辺は変わってないかな、多分。多分トートンがまあ最近増えてきてる感じ。で、計略使用性がまだ孫作の方がトップですね。2位が挑戦と3位が集大。まあいずれ抜くでしょう、ここも。で、コーチとかが増えてきてるのかなーかなー。で、勝利数は挑戦が1位と。で、2位が孫作、3位が集大。
まあだいぶこの辺も塗り替わってくるのかな。でもやっぱ最初の頃のメンツがやっぱ強いですね。うん。で、撃破数は孫策が1位、2位が集大、3位が挑戦。なかなか3位に一番食い込んでるからね。まあただ、まあ、集大を抜くことはできないでしょうね。でもなんだかんだトップ3には君臨するかな。いやでもトートンが多分上がってくるかな。まあその以外はそこまでじゃないかな、多分。そんなに頻繁に使わないからな、多分。で、撤退した挑戦がトップ。これは不動ですね。で、2位が孫策、3位が集大と。なんだかやっぱ孫策、集大はもういろんなところにいますね。あと特に変化はないかな、多分。突撃が孫策1位。で、呂布と、で、孫翼と。まあ、この辺は結構変わってくるかな。もう神々なんですけど。神々。リエンがいたり、チンブが入ってきたり、シュレイさん、リュウキン、バキューちゃん。バキューちゃんは最近使ってないからあれだけどね。で、衝撃がシュータイがトップ、2位がリージュ、3位がカイユ。まあ、この辺は結構変わってくるかな。多分、リョキが増えてきたり、カッカが増えてきたりとかすると思います、多分。あと、オートちゃんかな。で、迎撃数はシュータイが1位、2位がリョモ、3位がリュイジュと。まあまあ、この辺もちょこちょこ変わってくるとは思います。で、非迎撃数は孫策トップ。2位が両風、3位が陽さん。まあ、あんまり迎撃はもらってないですね。なんだかんだで。まあ、孫策はやばいけどね。どんだけ刺さってんだよっていう。で、縄文は集大と。だから、ほんと全国縄文ほとんど行かないですからね。まあ、そもそも渓谷でそんなに縄文に行くことが、まあ、ないっちゃないですからね。まあ、騎兵だったらっていう気もするけど、ただ集大なんだよね、1位が。まあ、孫策とか陽子さんが縄文行くのは分からんでもないけど。まあ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 。で、川辺は挑戦が1位と。まあ、これも不動かな。2位がブフォン、3位が陽子さん。まあ、この辺は多分変わらないかなっていう感じですね。はい。というわけでね、まあ、ほとんどちょっと更新はなかったですが、まあ、これもね、まあ、変わらずですよね。89勝なんで、挑戦が89回勝利してるってことは、挑戦が、毎回解禁賞をちゃんと取れてるっていうか、まあ、ちゃんと警告縛りというか、挑戦縛りはできてるっていうことですね。まあ、全国に限りなんですけどね。という感じでございますかね。はい。というわけでね、まあちょっとね、まだなかなかゲーセンには行けないんですけど、体調的に。まあでも仕事の方はちょこちょこ復帰してるんで、まあ仕事行きつつ、元気があったらまた仕事上がりに、まあでも仕事上がりに行くのはちょっと今無理ですね、残念ながら。よく考えたら今結構早上がりするようになってるんで、ちょっと残業はさすがに無理だっていうことでね、早上がりしてるんで、さすがにゲーセンとの時間との絡み的な話でも、多分、だからまあどっちかっていうと、しっかり仕事行って休んで、その後、元気があったら、ゲーセンに出向くっていう感じですかね。なのでまた戦友対戦とか、またね、ちょっと、ほんと7月、8月でちょっとやるって話があって、それでやるやる先感になっちゃったのは申し訳なかったんですけど、まあ、ちょっとまた9月とか、ちょっと元気が出てきたら、戦友対戦とかもやっていきたいと思います。というわけでよろしくお願いします。というわけで、じゃあまた来月この、まあ、統計情報でお会いしましょう。まあ、他の動画見てくださってる方は、まあ、出会うんですけど、まあ、その辺は気にしない方向で。というわけで、お疲れ様でした。バイバイです。